はははいここんにちは皆さんこんににちち、ね、なさ私偉そう言ってないんだけど偉そうに聞こえちゃうんですね。でこの人たちは多分すごいバスケットなんかできない下手な人たちだと思いますけどもで,でも私が書いたのはただそのまあ,あの後ろ下がりながらねあのシュートする技術だとかレイアップとかこういうものがきちんきちんとできてないと。うん だだからとということを言ってるだけなんですよねでそれができていない選手がいたりするからということですねまあ五輪選手ができてないってことはないんですけれどもあのその技術をね磨いてくださいと左右に振ってねフェイントしてあの打てる技術ですかみんな各のが。 それが「誰々さんはどう足りない」とかって言ったらかわいそうだからそこまで書かないんですけどねこういうわかんないランチの人がいるからあのびっくりしちゃうんですけれどもあのまあ単純にそのまあでも下がって打つっいうと女子チームできなかったですね日本の女子チームね。あの この前ね、あの中学生の練習見たり高校生の練習見たりして私ショック受けたんですよ。何これ今の女の子の,あのバスケットボールってレイアップもちゃんと手に乗っけられないじゃないかとかねそれからあの下がったシュートができないんじゃ相手のディフェンスいたらシュート打てないじゃないかとかって思ったんですよね。で、えー、案の定今のオリンピックオリンチーム見てもちょっとそういうところがありました。 はい、だからそういうふうに書いてあげたんですねそれ,それが全く素人があの本当に偉そう言ってきてね迷惑ですよね助けてやった人なら分かると思いますけどねどうも。